今日はちょっとした小話っていう感じですね。ポアソン方程式っていうのについて話していければなと思います。まあ、つまるところ重力場の方程式ですね。古典力学バージョンの重力場の方程式っていうことでちょっと見ていければと思います。何かっていうと、あれあるじゃないですか、 G イコール R2 乗分の GM ってやつ、これの進化系ですね。はい、これで円やないのっていうふうに思いがちかもしれないですけれども、これって実はですね、すごい狭い範囲にしか適用できなくって、こう天体があった時にですね、これのこっから半径が R の位置の、なんていうかな、重力場が GR イコール R2 乗に反比例してこうなりますっていうことだと思うんですけども、例えばこういうのに、対応できないですね。M がこう丸っこくなってるんじゃなくって、もうなんだろう、こう板チョコがあって、こっから働いてくる、重力場っていうか、これの周りの、重力っていうのを求めようと思った時に、これだと、R2 乗分の2にならないですね。これちょっと消してあげて、字が、絵が汚くなっちゃったんですけど、こうなった時に、この場所の、重力って、R2 乗分のではないんですね。そこで出てくるのが、まあ、何かっていう言いますと、まあ、例えばこの内部の重力はとかっていうので、まあ、必要になってくるのが今日のポアソン方程式なわけですね。書き下してあげると、これがですね、僕ちょっと手こずってたところではあるんですけれども、意外と難しくって、こんな形をしてると、こうですね、ナブラ、何のこと言ってんね、あ、すみません、これラプラシなんですね。ナブラ2乗のファイ G、 これが重力ポテンシャルでイコール 4πg という方程式ですね。こいつが、まあ、大元なんですね。であって、その一部がこいつと、もちろんですね、ちっちゃい天体の集まりだっていうふうに考えて積分してこう求めるとかもあるんですけれども、そういうやり方もなんですけど、まあ大枠こっちで与えられることが多くて、まあ、なぜこの形がねよく大事だよって言われるかっていうと、これも後で話すんですけれども、まあ、アインシュタイン方程式と若干似てるからっていう理由だけですけれども、 G μ ν マイナス、ラムダ G μ ν イコール 8πg の、C4 乗 T μ ν ってありましたけれども、この 8πgT μ ν ってやつとここが似ているっていうのがあったりとかして、でここのまあ軸の歪みって考えてもいいですし、普通に座標変換係数のなんか集まりって考えてもいいですけども、まあこっちも入力、出力だったじゃないですか。このあたり出力で。で、同じようにして、質量密度を置いたら、その場所の重力ポテンシャル出てきますね。ポテンシャル分かったらその場所の重力分かりますよねっていう方程式で、こっからこう拡張していったって見ることも、まあ、できたりもするっていうふうに書いてはあると。まあ、僕はあんまりまだちょっと納得はいってないんですけれども、そういう話があったりだとかして、まあ、ちょっと大事だったんですけれども、なんか出てきた時に唐突すぎて、ちょっとそんな急に言われてもみたいなね感じで、僕はここで1ヶ月くらい立ち止まった記憶があるんですけれども、実はそんなに難しくないよって話があるんで、まあ、今日はその辺のちょっとした小話ですね。こいつ、上のは無理ですよ、上のは1日じゃ喋れないですけれども、こいつの、理解の仕方について話していければなっていうふうに、思います。では、やっていきましょう。ポイントはですね、一旦重力のことを忘れるっていうところですかね。まあ忘れなくてもいいんですけれども、ポアソン方程式っていうんですけれども、重力場の方程式とは書いてないじゃないですか。なんで割とこう広い範囲で使える方程式だったりするんですね。そこが、今日のまあすごい大事なポイントになってくるのかなと思います。では、見ていきましょう。ですね、まず、目標の式書いておくんですけれども、ナブラ2乗、まあラプラシアンって書いてもいいんですけれども、ナブラ2乗のポテンシャルでしたよね、この出力の部分が。で、4πg ローだったんですけれども、これでちょっと注目してほしいポイントがありますね。何かっていうと、この φg っていう部分なんですよ。これがですね、あれなんですよ。これがとかあれがしか言ってないですけれども、ナブラ φ ってあるじゃないですか。だから、言ったら、この部分2乗ってなってるのは何かって言ったら、ナブラドとナブラファイのことじゃないですか。で、これ何かっていうと、実は僕ら知っていて、普通に重力場なんですね。それがまあめっちゃポイントになってきます。
つまり重力場、このそもそものポテンシャルの定義なんですけれども、 5G ってどこから来たかっていうと、 G イコールマイナスナブラ 5G として定義されたのがこいつじゃないですか。つまり G っていうので、なんだろう、ベクトル量で考えててもいいんだけど、なんか微分して G が出てくるような、そんなスカラーは、これスカラーで何も二重線とか書いてないし、ベクトルもついてないんで、これを元として考えて、必要になったら微分して重力を得てくださいねっていう形で、そういうスタイルでやっていくっていう話だったから、ナブラ2乗、つまり、すいません、ナブラ2乗、つまり、ナブラドット、ナブラ 5G っていうこの形、あ、重力場の微分だっていうふうになった瞬間に、ポテンシャルの微分出てきた瞬間に、これをマイナス G で置き換えてほしかったっていうところですね。で、じゃあそうすると何が起こるかってことですけれども、結局これ、重力場とはまだ離れてないんですけれども、書き直すとですね、こうなっちゃうんですね。ナブラドットマイナス G ですけど、まあナブラドット G イコールマイナスの 4πG ロー、もっと言うと、これってまあマイナス、こっちにやっぱマイナスつけた方がいいかな、マイナスダイバージェンスの G、 つまり G のまあ吸い込みですね、 G の吸い込んだ量イコール 4πG ローっていう風になるわけで、だから質量をその場所に置くと、そこに吸い込みが発生するっていう方程式だったんですよ。ってなると、あ、もうガウスの法則やんかってなりますね。そこを意識してほしかったわけです。だからまあここで、まあ、ようやくですね、気づくわけなんですけども、あ、何が簡単やないかっていうふうに僕もなったんですけども、まあそれが何かっていうと、あ、これってポアソン方程式って普通に湧き出しの方程式だったんやねと。まあそんな考えていくとですね、重力だけじゃなくって、まあ電熱の熱伝導方程式もそうですし、まあガウスの法則もそうだし、まあいろんなものがね、これに当てはまるってことに気づくんですけれども、まあとにもかくにも、ちょっと今日の結論的な部分で言うと、何色で書こうかな、まあ、赤とかで書いてあげたとするとですね、あれありましたよね、ナブラドット E と、つまりこれは E っていう、そのなんだろうな、電波の湧き出しというのが、まあ、どうなったかっていう話で、昔やりましたね、プラス9って置いたらその周りに、4πkq 本だけ湧き出してくるんだと。これがもしどんな形であったとしてもですね、どんな形だったとしてもこんだけ湧き出てきて、で R の位置だったらどうなるかっていうと、4πkq 本を表面積で割ってあげて 4πr2 乗ってやるから、これ消えて R2 乗分の kq になるんですよっていう話ありましたけど、まああれを使ってあげればいいわけで、まあ、つまるところ 4πkq 本湧き出しじゃなくて、この場合だったら、もうちょいミクロのね領域で取ってあげるんで、これの電荷の一部切り出して、ここでどれくらい湧き出してるかってのを考えるわけだから、 4πk ローですね、これの電荷密度を考えてあげて、でその場所の、なんだろう、湧き出しが決まってくるっていう、この方程式と実は全く同じことを言っていたと。ただし重力の場合にはこれが、湧き出しなんですけども、これが、マイナスに働いていたと。いいところですね。ちょっとなんか赤で書くと変な感じするんで、まあ、青で書いておきますけれども、まあ、ちょうどこういう関係にありますよと。で、まあ、そういうふうにしていくと、この方程式も分かってきますし、まあ、こっちが分かるとはまあ言わないですけれども、まあ、読み進めやすくなっていくんじゃないかなと思うんで、もしこの辺でね、ちょっと引っかかってるなって人がいたら、今日の動画ね、ちょっと参考にしていただけるといいんじゃないかと思います。ポイントは、この板チョコ型の天体が現れた時に、ここのなんか、重力場、どうするんですかっていうね、の時に普通になんか R2 乗分乗ってやるんじゃなくって、まあそれを、なんて言うんだろう、この天体を囲うですね、コンデンサーの時にやったみたいな、こう過去って何本湧き出してるとかっていう話で、重力計算できるんじゃないのっていう話があって、まあなかなかやらないですけどね、それと同じ話であるっていう。今日は結論のお話でした。というわけで本日の動画はこれで終わりにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントで応援の方と、説明欄から Twitter のフォローをお願いします。それじゃあまたね。お疲れ様。バイバイ。